おはようございます、コッシーです。今日はですね、真冬にポタリングする時の僕の苦闘を、ご紹介したいと思います。この時期ね、朝とか僕走るんですけど、普通にまあ0度とか氷点下のこととかもあるので、もうめちゃくちゃ寒いんですよ。でトレーニングライドしてるわけじゃないんで、体も全然温まらないし、もうとにかく厚着してます。具体的にどんなのを着てるかというと、まずこのパール泉の、まあ、素材とか忘れましたけど、この冬用の長袖のインナー、これを着て、その後にその上に、僕はこれ、まあ、僕が入ってるこのクラブのジャージなんですけど、ウェーブワンで作った冬用のジャージ、まあ、ちょっと厚手のやつですね、冬用の長袖ジャージ、これを上に着て、その上に同じくこのクラブの、いろいろサイクリングクラブ、と小さく畳めるウィンドブレーカー、これを着ます。でさらにその上に、このゴアバイクウェアのウィンドストッパーの、まあ冬用のジャケット、ソフトシェルジャケット、これを着てます。以前はこの、一番下に、オタフクさん の, メッシュ の, ベストのインナー、ノースリーブのインナーも着てたんですけど、まああってもなくてもあまり変わらなかったので、それは今は着てないです。こんなに着てると汗びえしないのってよく聞かれるんですけど、ポタリングなんで汗びえなんてしませんよね。汗かかないんで、とにかく汗とか関係なく、ただひたすら外気で寒いだけなので、僕はとにかく厚着してます。汗びえなんて全然関係ないですね。で、下はというと、まず、靴下、これはユニクロのヒートテックの、なんだっけな、なんていう素材だ、パイルの、ソックスですね。結構厚手でこれあったかいです。ただこれでも氷点下とかになるとつま先感覚なくなるので、この上につま先の上に貼るカイロを貼って、その上から靴を履いてます。でさらにシューズカバーをつけてます。で、普段ビブショーツはもちろん直履きしてるんですけども、冬場は、もう暖かさ優先ということで、普通のパンツの上にまずこのユニクロの、ヒートテックのタイツ、これを履いた後に上に、冬用の、胸まであるビブタイツ、これを履いてます。まあ、大体これで、まあ、上半身ほど足は寒さを感じないですけども、まあ、あと場合によっては、どれだっけな、インデュラの、まあ、サイクリングパンツ、八分丈のやつですね、これをビブタイツの上から履くこともあります。まあビブタイツだけのことが多いかな、一番上は。そんなわけで、まあ、頑張って走ってる人はね、もちろん体がどんどん温まってきて、走ってるうちに汗もかいてくると思うので、汗びえ対策とか、汗ができるだけ蒸発する素材とか考えた方がいいと思うんですけど、ね、僕みたいにポタリングとか普通にのんびりサイクリングするだけの人は、ね、汗なんてかかないんで、とにかく暖かい格好でいいと思います。大体YouTube とかメディアとかで紹介している冬用装備って、とにかくあったかいだけじゃダメで、汗がとにかく乾きやすく抜けやすくって紹介してると思うんですけど、それってやっぱりある程度の強度で走る人のことだと思うんですよ。僕もうとにかくただひたすら寒いだけなので、ね、ポタリングとかする人はあったかい格好でいいんじゃないかなと思います。でもういよいよとなったらあれですね、僕、まあ、今でも十分太ってるんですけど、まあ、これでも少しは痩せて、ユニクロのウルトラライトダウンの XL がまあ普通に着れるようになったので、まあ、いよいよとなったら間にまた今度ウルトラライトダウンも考えようかなと思ってます。それでも多分ね、汗びえはしないと思いますよ、汗かかないんで。まあ、ごく稀に向かい風で走ってる時に汗かくこともなくはないんですけども、まあ、めったにないですね。気温はただひたすら外気で寒いだけなんで、なので、まあ、冬場普通にただサイクリングを楽しみたいだけの人は、
あんまりなんかその汗びれとかに惑わされずに、僕は暖かい格好していいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで、まあ、今日は短いですが、僕の冬用の、服装の紹介でした。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた。